皆さん聞こえてますか？聞こえてますか？こんにちは。本日は公文社ハーズ日本のナチュラルワイン試飲会にご参加いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今日は90分ほどの予定で、これから楽しい時間にしていこうと思っております。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、聞こえてるか？はい、ちなみに、ハーズの、今年の春号、4月号で、日本のナチュラルワインの特集を、岩倉さんと一緒に、させていただきましたので、はい、これは半年かかりのイベントということになります。はい。はい、まず、皆さんに始める前にですね、お願いがありまして、皆さんの、もし可能であればお顔を見ながら楽しく進めていきたいなと思いますので、できる方はカメラをオンにしていただいて、で音声はミュートで、お願いできればと思います。お願いします。表示はスピーカービューというところを押していただけると、皆さんの顔が見えるかと思います。よろしくお願いします。お願いします。では早速ちょっと岩倉さんにまず自己紹介していただきたいと思います。はい、はじめまして、はい、岩倉久恵と申します。私は東京、渋谷ですとか、目黒などで2004年頃から飲食店を何店舗か、展開させて経営させていただいております。で、今日は一番私のお店で4年目新しいお店で浅草の、ラーメンゾンドイショービンから、お届けするんですけども、私は日本の食材とか日本のワインをすごく応援しておりまして、でそれを日茶のご紹介するようなことを、日常の仕事としていて、その中で、このハーズの企画を、やらせていただきまして、でその記事を書いていただいたのが、はい、和田さんなんですね。それで今日の会が実現することができました。はい、短い時間か長い時間か分かりませんがどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、私は、ライターの和田と申します。今日どうぞよろしくお願いいたします。この場所はその浅草のラーメンゾンド一升瓶というお店で、今もう営業中で、他のところではお料理作ったりいい匂いがしてきたりとか、ワイン開けて楽しんでる方がいっぱいいらっしゃるんですけども、私たちはこの部屋でお伝えしたいと思ってます。はい、では、まず最初に、はい、今日は岩倉さんにオイル、皆さんのところに届いている、と思われる皆さんのところにオイルサーディンと、それからワインが4種類、はい、届いているかと思いますが、届いてますか？届いてますか？それを飲みながら、はい、ぜひ進めていければと思います。で、このオイルサーディンを使って、皆さんのところにこういう、これですね。ですね。はい。はい、おつまみの、レシピが載ったものがありますけども、これを見ながら、皆さんとおつまみ作りながら、1本ずつワインを合わせていきたいというふうに思っています。はい。では、はい。このワインを、このミニボトル、かわいいミニボトルに詰めて、皆さんにお送りしてくださってくれたのが、クインディーの塩原さんです。塩原さん。登場してください。登場してください。はい、代々木上原のクインディというイタリアンレストランでをやっております塩原と申します。今回は、この100ミリのワインを、うちの方で、一升瓶とか750のワインから、詰め替えて、皆さんに送らせていただいてます。僕はもともと目黒のキッチンセロで、おかみと一緒に働かせていただいていて、でその時にいろいろ武田さんのワインなり、ワインも教えていただいたりとか、酒井さんのワインも教えていただいたりなどしていました。今日は皆さんと楽しく、オンラインで過ごしていければいいなと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では塩原さん、引き続き一緒に飲みながら楽しんでいきましょう。ありがとうございます。では音声をオフにしていただいてご参加お願いします。では、まず最初の料理からいきましょう。確認した方がいいかな。はい、そうですね、はい、届いているものが何かというのを皆さんと一緒に確認していきたいと思いますので、ご参加ください。まず、はい、まずはオイルサーディン、はい、ワインを4種類、ワイン4種類のボトル、はい、で、用意していただいたと思われる、はい、食材、食材もいきます。はい、はい、いいですよ。はい、塩と
醤油で、ピーマン一ケを4つにカットしていただいているかと思います。はい、はい、あと、かつお節、はいはい、大根おろしで、お塩とオリーブオイルで味付けしていただいたオニオンスライス、トマトのみじん切り、はいはい、と、食パン1枚を4つにカットして焼いていただいたかと思います。はい、食パンです。はい、あとおまけもありますね。そうなんです。はい、ちょっと今日は皆さんとこれから実際に料理を作りながら、マリアージュ楽しむんですが、ちょっとそれがめんどくさいという人だったのために、はいはい、この、お味噌とマヨネーズをあえたペースト、はい、これだけあれば今日一日過ごせるというものなので、はい、これも一緒に楽しんでください、はい、オイルサーディンにつけながら楽しむってことですね。そう、オイルサーディンにこれを混ぜ込んで、はい、混ぜ込んで、はいはい、じゃあオイルサーディンの味噌マヨあえみたいな感じですね、はいはい、めんどくさい人はそれで通してみてください、はい、はい、お願いします、はい、ではまず最初の一品目からいきましょう、はいはい、まず最初はオイルサーディンの生ピーマンのせ、はい、になります。じゃあちょっと温めていただいたと思われます、はい、これは皮ごと茹でるというか温めればいいですね、はい、5分ぐらい、はい、ちょっと気をつけて開けます。あったかい方が美味しいってことですよね。そうです、香り良かったので美味しいかと思います。はい、はい、まだ皆さんついてないです。あ、本当に、はい、じゃあちょっとゆっくり進めましょう、はいはい、温めていただいたオイルサーディンをまず開けまして、はい、奥な人はまずこれだけやってしまってください。あ、先に味噌マヨからやります。使っちゃって、はい、じゃあまずマルチなおつまみの、はい、味噌マヨあえから作りますね、はいはい、でオイルサーディンも入っていただいて、はい、せっかくこっち結構開けてる方も、開けてる、あ、失礼しました。あ、開けてる、ワイン、いやいや、じゃなくて缶を開けたり、缶を開けてる、はい、はいはい、ちょっと画面見ながら、あ、わかりました、ちょっと早かった、はい、そうです、今忙しいね、忙しいね、はい、はい、待ちます、待ちます、はい、すいません、ちょっと早かったのでゆっくりいきます。オッケーの人、オッケーしてください大丈夫そうかな、今味噌マヨを作っていただいてる状況ですね。はい。じゃあちょっと味噌マヨを待ちながらの、はい。はい、オイルサーディンに味噌マヨを入れて、はい、お好みで入れて、いただいて、で混ぜます、はい。なんでこれ味噌マヨがマルチなんですか、ね。やはり日本のワインは、はい、とても、はい、こう香りが豊か で、はい、で優しい味わいなんですが。うんうん、ちょっとこう発酵したもの、やはりワイン全体的にそうと思うんですよ、合うんですよね、はい、なので本当にこれをつまみながらワインを飲んでいただければ、はい、どのワインにも合う万能のおつまみだと思います、うんうん、いい匂いが、はい、いい香りが、なのでめんどくさい人はこれだけめんどくさがらずにちびちびと楽しんでください。ちびちびも楽しいです、はい、よろしくお願いします、はい、ではじゃあマルチのおつまみの後に最初の1個目、はい、オイルサーディンの生ピーマンのせですねこれがおつまみなのかというところですが、はい、立派なおつまみです。はい、ピーマンを一つ、はい、4分の1にカットしたものに、はい、温まったオイルサーディンをのせて、のせられる人は2個、のせられなかったら1つで大丈夫です、はいはい、のせる人かな、で、はい、はい、そしてで上にちょっと、はい、お塩を、はい、多めに、はい、お塩多めはなぜでしょうか。これが、はい、旨味を引き出させるコツになります。なるほど、はい、かけないとちょっとぼやっとした。そうですね、先に下に塩味が来た方が美味しいかと思います、はいはい、お酒を求める状況になりますね、はい、これでおつまみは完成です。すいません、完成、はいはい、そしてでは、はいはい、これに合う、はい、ワインをちょっとご紹介したいですね、はい、はい、これに合わせるワインなんですが、はい、1本目は何でしょうか。はい、こちらです。長野県の上田市、はい、セイルザシップビンヤードの、はい、
ミスターフィールグッド、うん、かわいい、うん、そうかわいいですね、すごくね、独特で一回見たらフィールグッドな顔ですね、はい、忘れないという感じです、はい、で、はいはい、で、はい、このワインを作った方に、ご登場していただきたいと思います、はい、はい、ではセールラシップビニヤードの田口さん、田口さんお願いします。はい、映像と音声をオンでお願いします。聞こえてますかね。あ、大丈夫ですよね、聞こえてますね、はい、はい、大丈夫です。こんにちは。こんにちは、セールザシップミンヤードの田口浩と申します。音小さいですかね。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、では最初にまず乾杯をしてから、はい、お話をいろいろしていこうと思いますので、皆さん、お手元のワインをお好きなグラスに注いでいただいて、はい、100ml なのでこれ全部いくと割と早めに出来上がると思うの で、はい、コントロールしながらですね、はい、楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。ではまず田口さんと皆さんと乾杯したいと思います。乾杯。はい、うん、あ、滑らか、まろやか、うん、ね、美味しい。あ、何も言ってないけど美味しい。でこのね、このワインはなんかすごく爽やかさと、はい、とろみと、はい、あと少し桃を思わせるような果実の感じがありますね、はいはい、でこのまま飲んでももちろん美味しいんですけど、うんうん、はい、このピーマンの線、うんうん、はい、だと、こう一口食べて飲むと、うん、すごく果実と酸味がふわっと、うんうん、これ今食べ食べてください。ではいただきます、はい、皆さんももし作られてる方はちょっと合わせ て、はい、やってみてください。いただきます。うん、うん、コメントも来てますね。うん、あ、食べてなかった。そっかそっか、今コメント読んでいたのですが、サーリン温めてなかった方が結構いらっしゃったみたいで、すいません、ちょっと早かったですね、うん、すいません、うん、ピーマンのこの青い香りと、あ、これでなんかフルーツ感引き立ちますね。で、余韻にも逆にこうピーマンの旨味とか魚の旨味が後からじわじわ感じて、すごく広がり、ワインの広がりも、うん、はい、感じます。おつまみがあるとより楽しめますね、はい、はい、うん、美味しいです。では、うん、コメントもいろいろいただいてまして、味噌マヨとワインって合いますねとか、めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にそうです ね。ではちょっと、うん、はい、せっかく田口さんと参加していただいているので、ワインの説明とかワイナリーの紹介などしていただきたいんですけれども、まずはワインこのワインから、はい。このワインはですね、まあ、自社ブドウとか、僕が育ててるブドウなんですけども、長野県上田市で栽培をしています。で、上田市っていうのは東信地方なんですっていうところなんですけども、東の信州と書いて東信地方で、まあ、東御市とかはとても今日本ワインの中でも注目されていると思うんですけれども、ワイナリーもたくさんありますし、でその隣に位置するのが上田市になります。でその上田市で、栽培したこれは品種は、シャルドネとソービニョンブランになります。でシャルドネは、50% ちょっとで、ソービニョンブランが、40% ちょっとで、あとロモランタンという品種が、まあ、ロワールの品種なんですけど 3% ぐらいと、その他、まあ、いわゆるビニフェラというワイン用語品種と言われているものが 数% 入っています。で、まあ、根性といって、それぞれの品種をもう全てブドウの状態から、仕込みの段階で合わせて、仕込んでいるものになります、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
では引き続きワイナリーの方の紹介もいただきたく、はい、写真を上げますので、写真を見ながらちょっと説明いただければと思います。はい、他の、今日登場されている生産者の方は3名様とも、もう皆さんご存知の、日本ワイン界でもすごい有名な方々の中、僕だけちょっとまだワイナリーもないというような新参者ですごい恐縮なんですけども、ワイナリー自体醸造所はまだなくて、今委託醸造という形でワインを作っています。で、この今日飲んでいただいている2020ヴィンテージまでは3ヴィンテージ目、3年目のワインになるんですけども、東御市のアルカンビーニュというところで、隣の東御市のアルカンビーニュというところですね、ピラデストワイナリーの玉村さんが建てられたワイナリーで、そちらで委託醸造をしています。で、今年からはちょっと委託醸造先が変わりまして、今年のブドウからは、長野県の南信地方南の方の、中川村というところの、南方醸造というところが今年新しくワイナリーが立ち上がりまして、そこでワインを作っています。で、畑なんですけれどもこの畑は東山というところがメインの栽培地になってまして、上田市の東山というのは、マンズさんが一番最初にワインブドウを作り始めてらっしゃいまして、マンズさんのキュベでも東山カベルネソービニョンですとか東山メルローっていうような、トップキュベというか、お値段もそこそこするようなワインを、作られているようなところで、上田市は日照時間がすごい長いんですけれども、その中でも東山は南向きの、緩い斜面になってまして、標高は550メートルぐらいなんですけれども、日当たりも良くて風通しも良くて、土壌は基本的には粘土なんですけれども、砂も結構含まれてて水はけも良いところで、すごく、凝縮感のあるブドウが取れるところであります。東御市とかと比べると、東御市はもう標高が700、800とかあるところが多いので、シャルドネとかソーヴィニョンブランの酸味は、落ちやすいんですけども、また違ったニュアンスの、パイナップルですとか、先ほどおっしゃった桃ですとか、そういったニュアンスの香りが出る、畑であったり地区かなと思っています。はい、そんなところです。ちょっとじゃあ質問していったり。そうですね。はい。じゃあ私から質問します。はい。私は去年このセールザシップビンヤードさんに、収穫と醸造するところ一緒に参加させて、いただいてすごく楽しかったんですよね。うんうん、で、どんな感じの場所でした？あ、すごく、はい、収穫だから私たちも忙しかったんですけれども、でもすごい、綺麗な畑で、ブドウもすごく健全に育っていて、すごいなんかこうやっぱりワイナリーに行くと、畑に行くとすごい心がこう躍るような感じで、これがワインになるんだって思うとすごくワクワクしたのをすごい覚えています。で、同じその前の週だったかなに、今年醸造された、南方醸造さんにも一緒に田口さんと行かせていただいて、これからここでワインを作っていくっていう感じだったんですけども、今までの、ところで、もちろんアルガミニュさんで、ビラデストさんで作らせていただいてたと思うんですけども、これから、南方醸造で作っていくことのその期待感とか、なんかどういうイメージとかありますか？そうですね、今日も一応というか、ナチュラルワインの楽しむ会みたいな、くくりだったと思うんですけれども、その南方醸造さんも、前から知り合いというか仲間というかで一緒に、いろんな、情報を交換したりですとか飲んだりとかしてる仲間なんですけども、その同じような考え方で、そのナチュラルワインっていうくくりは曖昧なんですけれども、栽培をそのボルドー液というものだけで使ったり、栽培したりとか、無化学農薬っていう栽培をしたり、醸造にしても、野生酵母を使って発酵させるとか、硫酸を極力使わないとか、そういった、考え方でやっている仲間なので、より自分の
まあ、自分も醸造所を建てる予定があるんですけども、それを建てた時に近いような自分の理想に近い形で醸造できるなというふうなイメージを持ってますし、まあ、新しいワイナリーなので本当にワイナリーの立ち上げ自体も見れるっていうのはすごく自分の勉強になるし、まあ、すごく楽しみながらワイワイとやってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私もちょっと質問があるんですけども、はい、さっき写真が3点並んだ中で、ワインのボトルの写真が3種類あったと思うんですけど、すごくラベルが可愛くて、ミスターフィールグッドっていう名前も面白いなって思うんです。すごくインパクトがあって、私最初4月に取材で岩倉さんに伺った時に、なんかちょっと忘れられないあのボトルどこにあるかなってお店にちょっと探したくなるようなすごいインパクトがあったんですけど、あれはどんな風に作って、あんなふあのラベルになったのはどんな秘策があったんですか？あ、そうですね、これは、最初に上田市のデザイナーさんと、知り合うことができたので、その方に依頼してたんですけども、まあ、とにかく、肩肘張らずに、なんか先入観を持たずに楽しく明るく飲んでもらいたいなというコンセプトで、まず最初に、名前を僕の方で考えてつけまして、でミスターフィールグッドっていうのは、まあ、ちょっとパロディというかなんですけども、イギリスのバンドでドクターフィールグッドっていうバンドがいまして、そのロックバンドがまあ僕が好きなこともあって、それとかけてミスターフィールグッド、まあ、この似顔絵の人が、あ、すみません、そのミスターフィールグッドって名前を最初につけた ところでデザイナーさんと話をして、まあ、楽しくとにかく明るく食卓が、華やかというか、まあ、明るい感じになるようなデザインでということで、このラベルを考えてもらった形です。赤ワインはこういう顔なんですけれども、まあ、赤と白とちょっと表情が違うという形になります。はい、めちゃめちゃ可愛いですね。ありがとうございます。とっても可愛いと、はい、はい、こっちで今は可愛い可愛いと言っておりました。はい、ちなみにドクターフィールグッドってどんなバンドなんですか？まあ、イギリスのパブロックバンドっていうジャンルなんですけども、はいはい、結構古いバンドで、まあ、まだ活動はソロとかでやってるみたいですけど、ちょっと調べて聞いてみます。はい、今度聞いてみたいと思います。はい、あと3本目のワインがちょっと全然違うデザインだったと思うんですけど、はい、それはどんなワインですか？これは、もともとというか、最初の先ほどのミスターフィールグッドは、ちょっと遊びというか完全に面白い感じで作ったんですけども、まあ、自分としてはこういうちょっとおしゃれなというか、静かな、ちょっとなんていうんですかね、自然と太陽とか空とか、ちょっとこの画面だったと見づらいですけど、まあ、オレンジとか赤とかのグラデーションになってまして、自然の風景の色を、そのまま生かして、ちょっと洗練されたデザインというか、そういう風なのも、まあ、いいなと思って、このキュベはカベルネフラン単一なんですけども、まあ、カベルネフラン単一を、2020年、去年初めて作りまして、でそれを、まあ、新しいワインとして、まあ、名前は景色という名前なんですけども、そういう景色という名前で新しく、あ、まだリリースは、12月頭なんでもうすぐなんですけども、そこで初めて、まあ、ミスターフィールグッド以外のワインを出すということになってます。景色っていう名前なんですね。すごい、ね、はい、想像力をかき立てられる。はい、楽しみ。楽しみってずっと言ってたんですけども、早く飲みたいですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何か質問ありますか？ラベル可愛いですって、赤白揃えてテーブルに置きたいっていう声があったりします。はい。あります。まあ、並べるとやっぱ可愛いんで、まあ一本でも目立つんですけども、まあ、あと酒屋さんとかで見つけやすいっていうところも、まあ、いいかなと思います。はい、でも何より美味しい、美味しかったです。はい、ありがとうございます。はい、ではあれですかね、そろそろお時間ですかね、田口さんの。はい、はい、では田口さん、ちょっ
ょっと短い時間でしたが、ご参加ありがとうございました。はい、引き続き飲みながら参加してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では。はい。はい、そうですね。はい、では、次に行きましょう。はい、はい、次の、おつまみの。はい。サーディンの、はい、どうぞ。サーディンの、おかかおろしのせです、ね。です。はい、はい、すみません。はい、ご用意いただいている方は一緒に作ってください。はい、お願いします。ではまた、サーディン。オイルサーディン、はい、はい、温めたやつ、はい。はい。なんで温めた方がいいんですか？香りが、やっぱり香りがいいですね。はい、味わいも、はい、高くなります。はい。天の橋立てのやつですね。そうですね。竹中缶詰さん、はい、すごく綺麗に詰めてあります。ね、はい、ローリエ入ってますね。入ってます。はい、そう。缶の中にローリエが忍ばされている、はい。はい。で、これ温めたやつに、そうですね。温めたオイルサーディンに、大根おろし。はい。お、日本ですね。はい。はですね。大根おろしをたっぷり乗せます。はい。そして雪まみれみたいな、はい、お醤油を最後し、お醤油少し、はい、お醤油はやっぱりちょっとそれ多い、まあ、多いとお酒進むって感じですかね、大丈夫かな、はい、大丈夫と思います、はい、そして鰹節を、はい、もう発酵してる旨味だらけですね、これは、はい、で食べるんですが、はい、これに、はい、じゃあこれに合わせるワインは何でしょうか、はい、ね、はい、次のワインは次ご紹介するワインなんですが、しっとりと落ち着いた爽やかな香りが、はい、するんですけれども、はい、そこに後からじわじわ渋み、タンニンが感じられるんですね、うんうん、で本当に美味しいんですけど、うん、このおつまみと合わせると、うんうんうん、こうタンニンが柔らかくなって、逆にで果実の風味がふわっと上がってきて、うん、意外とボディのしっかりしていたワインがすごくエレガントに変わるというマリアージュになってます、で、はいはい、そのワインとは、はい、そのワインは、はいはい、こちらです、はいはい、山形県の赤湯で作られる堺ワイナリーさんの混ぜこぜワイン赤です、はい、では堺ワイナリーの堺さんに登場いただきたいと思います、はい、堺さんお願いします。こんにちは、どうもよろしくお願いします。山形県の南陽市赤湯というところにあります堺ワイナリーの堺一平と申します。よろしくお願いいたします。本です、はい、ありがとうございます。まず最初にじゃあちょっと乾杯をしてからお話を聞かせていただきたいと思いますので、皆様も乾杯のご用意をしてください。ボトル、小さいボトルの中から、はい、注いでいただいて、皆さんご準備はできていますでしょうか。はい、田口さん飲み切りました。田口さん飲み切って次じゃあボトルに注いでいただいて乾杯用意ができたらしようと思います。ゆっくり飲まないとね。そうですね、ですね、はい、いいですかね、はい、はい、では皆さん2杯目の、はい、はい、乾杯、乾杯乾杯、いただきます、いただきます。すごい果実が、果実に爆発ですね。でもこう飲み終わると結構じわじわ渋みタンニンもあって、タンニンもあってあるんですよね、それが後引きますね、すごくよく、これはしみじみずっと飲みたくなっちゃうタイプですね、美味しい、うん、ね、香りもね柔らかいし、うん、ではお話を引き続き、ね、そうですね、ワインについて、はい、ワインについてちょっとお話をしていただければと思います、はい、坂井さんお願いします、お願いします。はい、まずこのうちのマゼコゼワインというワインなんですけれども、名称そのものがものすごく、まあ、ちょっとおふざけな名前になってるんですが、名前の通りもう様々な赤系の品種であったりヴィンテージもそれぞれバラバラです。今回のロットに関しては樽熟成されたマスカットベリー A が多いのかなという感じがしますね。あともう
今回そのこの料理に合わせ、あのワインに合わせて料理を作っていただいたということなので非常に嬉しいなと思います。というのもその瓶詰めするロットごとに味わいがどんどん変わってしまうものだからです。多分皆さんが飲んでいただいたワイン、これは多分この後買おうと思っても買えないものです。おそらくまたちょっとずつ違うものになりますし、試しにお店の方で売っているまぜこぜワイン今回開けてみたんですが、やはり全然違うものでした。生食用ブドウの方が多く入ってたりしたので、そちらの方はまたちょっと違うニュアンスになっています。実際うちでこういったまぜこぜワインという形でいろんなものが入っているワインを作るきっかけとなったのは、もともとうちは明治に創業して以来ずっとろ過器を使っていません。ろ過器を使った時期もあったんですが、ろ過器のというものの技術がまず全然発達していなかった時期だったもんですから、透明にはなるけれども一緒に味と香りを奪ってしまうというものだったんですね。なので昔の人たちはどうやって透明なワインを作るかということに苦心惨憺してました。なので醸造した出来上がったワインを一旦一升瓶に詰めて瓶詰めしてしまって、そのまま何年か寝かせておくんですね。早ければ半年ぐらいですけど、でそうすると濁りの元となる檻が沈んでいって、で一升瓶の上積みが出来上がる、透明な上積みが出来上がって、でそれを取り出して瓶詰めして透明なワインを作っていたんですね。そうすると一升瓶の中にはものすごく檻が残ってしまうわけです。でその一升瓶の檻をまた集めてまた一升瓶に詰め直します。そうするとものすごく濃ゆい濁ったワインが出来上がるんですが、それもやっぱり1年2年すると沈んでいって透明なワインになる。で透明になるのも一本一本個性があって、早く透明、檻が沈むものもあれば沈まないものもあるものですから、いろんなヴィンテージ、いろんな品種のワインが瓶詰めされるようになって、で製品として安定してないという、現代的なものとはちょっと考えられないワインなんですけれども、それをうちではまぜこぜワインという名前にして販売するようになりました。お客様でお客様にはすごくとっつきやすいというか、毎回毎回いわば当たり外れがあるぞと、自分の好き嫌いがあって今回のはすごく良かったとか、今回はあまりいまいちだったみたいなのも正直言われることもあります。ですけれども、うちの歴史としてこういったことをやってきて、こういった商品がそのまま続いているということで、うちとしては非常に重要視してますし、最近では生食用ブドウ、シャインマスカットも入っていたりしますが、そういった生食用ブドウも入ってきて、さらに味のバリエーションもかなり増えてしまいました。で味のばらつきが増えたということなんですけれども、それでもどこか一貫して酒井ワインらしさとか赤湯らしさっていうものがちょっと感じられるものになっています。そういう意味で単一の畑のものもうちとしてはすごく重要視していますが、こういった赤いのブドウがさまざま入ってヴィンテージもバラバラだけど酒井ワイナリーらしいというワインをうちとしては非常に重要視していますし、お客様もどこかそういったところに惹かれてワインをお買い求めいただけているのかなというふうに思います。ありがとうございます。すごい一升瓶をこう樽のような感じで使って仕込まれているっていうことですよね。仕込んでるってちょっと変ですけど、でも、はい、すごい無駄がないというか、本当ですね、はい、すごく日本らしさもあって美味しい、何より美味しいですね、はい、参加されてる方々でもし直接質問したいなっていう方がいらっしゃったら、チャット機能で書き込んでいただけると私が代わりに質問をしますので、ぜひ積極的に、せっかくの機会なのでご利用ください。はい、業務連絡でした。はい、はい、ちなみにさっきの おつまみとの相性、はい、すごくやっぱり一番効いてるのはお醤油の ね、ちょっと発酵調味料の複雑さみたいなのが、このワインのタンニンとかそうですね、うん、あるし、なんかそう、うん、ベリーエー飲んだ時もいつもなんか、うん、
お醤油をちょっと思わせるようなイメージがあるの で、うんうんうん、でそこにやっぱ魚の旨味が加わると、うんうん、かつお節の、ね、そうですね、香ばしさじわ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 美味しいです。本当ずっとこの組み合わせで飲んでられますね。はい、あのワイナリーの、写真と一緒にちょっとワイナリーの方のお話も引き続きお願いできればと思います。お願いします。写真お願いします。写真が出ますね。今ちょっと全画面モードで、はい。はい。ワイナリーの写真、はい、お願いします。お願いします。はい。先ほども言いましたけど、山形県の米沢 に近い上の山の南隣にある南陽市の赤湯というところにあります。で、一番あの写真の右下が自社畑からの眺めなんですが、南に向いています。で、米沢が天気が良ければ見えるんですけれども、盆地の北の端っこにあるところです。で、明治時代にその25年に創業したんですが、その5年前の明治20年にあの畑を作りました。で、その際にあのなんでこんな急斜面にわざわざブドウ畑を開いたのかというと、平らなところが全て盆地で真っ平らなんですね。で、なおかつ田んぼにしか使えないような底出し沼みたいな湿地帯だったもんですから、平らなところではちょっとブドウが育てられないと。いうことで急傾斜面の元金山の跡地の、急傾斜面の山を切り開いて段々畑を作ったというのが、南陽市赤湯の大規模なブドウ栽培の始まりになります。そもそも江戸時代から甲州ブドウは作られていたところなんですけれども、まあ、それは生食用ブドウで食べられるという程度でした。で、明治にブドウ畑を始めてからワイン用ブドウとしていろんなものを育てて、でマスカットベリーエや甲州で、あとはさまざまなものを栽培し、戦後にはカベルネソーヴィニョンやメルローといった、まあ、メジャー系の品種も植えて、成功しています。実際この急傾斜面なので、もう機械化が全くできないということもあって、今現在畑はどんどん打ち捨てられて耕作放棄地が急増しています。今年もそのもうやめるという農家さんからお声いただいて、まあちょっと頑張らないといけないんですけど、そこの畑も買わせていただいて、耕作放棄地も買わせていただいて、なんとか管理をしようという感じでいます。赤湯という産地に関しては、この急傾斜の、そしてこの眺めからも分かるように非常に水はけが良くて、日当たりも良く風通しも良いということで、非常にブドウを育てるには適している場所です。高級なブドウのシャインマスカット等もものすごく育てられてますし、ブドウそのものも非常に濃縮したものができますので、産地としてはすごく優秀なんですが、後継者がいなくて困っているというところになっています。歴史ある産地を守るために、そのうちとしては除草剤や化学肥料とか合成農薬等々は使わずにボルドー1本でやっているところなんですけれども、やはりそれでなんとか人力で全てやるのはちょっと難しいということで、写真の右上にあります、まあ、畑の中に羊を飼って、で羊に草を食べてもらおうという形をとって、なんとか省力化を図ったりしています。もともとはその畑の中を自然に近づけようと、森に近づけようというふうな考え方をしているので、なるべく外から物を持ってこない、でできればまあ、自然に近しい動物がいる生態系を作りたいということで羊を放牧しているところになります。実際もう古い建物は樽貯蔵庫ぐらいしか残ってないので、うちはもともと温泉旅館をやっていて、それをやめてからまあ、ワイナリー業に入りました。なので樽貯蔵庫自身ももともと明治7年ですね、かなり古い建物の土蔵です。物置として使われたところを樽熟成庫として使っていますが、やはりある程度温度は一定なんですけれども、土蔵の物置用の土蔵なのでものすごく湿度がないと。で実際ヨーロッパとかの樽貯蔵庫なんかはものすごく湿度が高く設定されてあって、まあゆったりとした熟成が可能になっていますが、土蔵の中の樽貯蔵庫だとものすごい勢いで乾燥し始めて、
ちょっと週に1回樽の中の減ったワインを補充しなきゃいけないっていう状況になるんですけれども、まああんまり今までの一般的な通説から言えば、あんまり樽貯蔵庫としてよろしくないというところだと思いますが、うちとしてはこれをずっと続けてきて、でそれによって、まあ、ちょっと樽の影響を受けやすいという部分もあるんですが、それもうちの一つの特徴だと思って大事に土蔵を活用しているところです。去年からなんですが、すべて培養酵母は使わずに完全に自然発酵の野生酵母での発酵になりました。重要なのはその地で手段を自給するという考え方によってしか文化は生まれないと思っていますので、困難であったとしてもそのワイン作りにおいてうちのワイナリー、そしてその周辺の地域にとの中で循環しながらワインを作っていけたらなというふうに思っています。羊を飼うっていうのは畑の中の草を除草するっていう作業を、まあ、省略化するっていうのもあるんですけれども、今まで100年前は家畜を飼ってるのが当たり前で、で畑の中の草っていうのは邪魔なものではなくて貴重な餌だったと。でそれらを使って、循環型の農業ができたらなというふうに思っていますので、実際今現在非常にいい流れになってきているのかなというふうに思っています。はい、そんなところです。ありがとうございました。ちょっとすいません、こちらのトラブルで少し空いてしまいましたが、蔵付き酵母で、ね、育てられるということで、なんかこれからもしかしてまたワインの味が変わってくるのかもしれないなって、楽しみだねっていう話をしておりました。はい、ありがとうございます。ちょっとね、質問が来てるかなと思ってそのあれを見たかったんですが、見られるかな。はい、いろいろコメントがありまして、羊はただいるのじゃなくてちゃんと仕事してるんですねと、その土地にあるもので、循環させるっていうのは素晴らしい考え方だと思いますというコメントがあったんですね、うん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 、あとワインのコメントも、まあ、花の香りがすごいしますねとか、あと、醤油、やっぱり醤油との相性がいいですね、うん、とか、うん、口の中でうまみが大爆発してますとか、うん、そういうワインのコメントもいただいたりとかしています。はい、ちなみに私からの質問なんですけれども、今年のブドウの出来とか、今年仕込んでらっしゃるワインはどんな感じでしょうか？そうですね、今年はやはり春先の乾燥があって、全体的に病気は少なかったです、こちらの方では。梅雨もしっかりと夏場の雨はかなり降ったんですけれども、春先の乾燥のおかげで乗り切れました。秋にもちょっと雨は降ったんですが、まず寒さが突然9月の上旬かそこらにやってきて、でそれでかなり、まあ、成熟が進んだという印象ですね。それによって、まあ、随分と、いい影響があったのかなと。今年度のブドウに関しては非常にしっかりとした香りと糖度凝縮感もあって、非常にタンニンも強かったものですから、これに関して赤に関して言えば非常に熟成向きなのではないかというものになったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか後ろからお子さんの声かな。バー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 って言って、ね、すごいなんかいいですね。アットホームな感じで、ワインがさらに美味しくなるかなっていうふうに思いました。はい、楽しみにしています。はい、今年も楽しみに、出来を楽しみにしてます。ありがとうございます。ですかね、そろそろですかね。はい、はい。では、坂井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。続き、はい、一緒に飲みながら楽しんでください。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。では、はい、岩倉さん次行きましょうか。はい、次は何を作っていただけるかというと、はい、サーディンと味付きオニオンスライス、はい、ですね。はい、作ります。張り切って作りましょう。はい、お願いします。はい、じゃあ、はい、まずオイルサーディンをご用意ください。はい、オイルサーディン温めたやつを、はい、お皿に適当に乗せて、はい、適当に入れます。はい、
はい、まあでもね、オイルサーディン自体が美味しいからね、そう、心強い、はい、ありがとうございます。はい、で、はい、改めて、ね、ありがとうございます。お味をつけていただきました、はい、玉ねぎですね、はい、これは塩と酢とオリーブオイルですね、はい、やっぱ酢がちょっと効く方がアクセントになるということですね、はいはい、でも酢は大事ですよね、はい、はい、ワインビネガーでも、いいです、米酢でも、大丈夫です、リンゴ酢でも何でもいいですか、まあ、本当は、はい、米酢です。米酢、あ、本当米酢、はい、あ、ワインビネガーじゃなくて米酢がいいんですね。よかったんですよ、やってみたんですけど、ちょっとあれですね、酸が尖ってるってことですかね、はい、そう、丸みがある方が、あ、丸みがある方がいいですね、いいですね、はい、そうです、はい、そして、はい、そのオイルサーディンの上に乗っけたタンとオニオンスライス、これでこれで完成、完成、完成です。すいません、完成、完成です。出来上がりました。皆さんも作っていただいている方はもう出来上がって、お手元にありますでしょうか。よくありますから。はい。で、これに合わせるワインは何かと言いますと、はい、はい、こちらです。はい、はい、ココファームワイナリー、はい、栃木県の足利市、はい、ココファームワイナリーさんのプチマンさん。はい。2019。はい。です。はい。はい、では、早速、ココファームワイナリーの柴田さんに参加いただきたいと思います。はい、柴田さん、お願いします。お願いします。はい、こんにちは。はい。ココファームワイナリー柴田といいます。栃木県の足利市のワイナリーです。で、まあ、プティマンさんですね。フランス南西部の品種を、まあ、温暖でちょっと雨の多い足利という場所に合うんじゃないかなということで、導入した品種です、はい、はい、ありがとうございます。ではまずちょっと今危なかったですね、フライング刺激気味ですけど、改めて乾杯したいと思います。はい、はいはい、では乾杯、はい、皆さん乾杯。すごく私好きです。どれも好きですけど、なんかちょっとカリンも思わせるようなお花と、すごい濃厚なとろっとしたべっ甲のような旨味、はい、で、酸味がすごく力強く感じられる、酸の強さが、はいはい、で本当にこれだけでももちろん美味しいですけど、これと合わせると、逆にこの酸味が本当に穏やかになって、逆にすごく果実のボリューム感が出て、もう旨味満載という、はいはい、感じです。はい、いただきます。甘い、うまいみたいな。酸がやっぱ穏やかになって、その分そうですね、玉ねぎの働きがすごいですね、すごくこのマリネした玉ねぎ。オイルサーディンはもういつも必ず旨味が出てきて、あのベースになってるんで、この組み合わせはすごく一気に飲めますね、はいはい、なんか進みが早くなって危険ですね。はい、ではあのワイナリーの方の、ワインのお話を聞きたいと思います。柴田さん、引き続きワインの説明をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、2019年プティマンさんはですね、足利の自園のプティマンさんですね、私どものワイナリーが試み学園という、知的障害者の支援施設が母体となってまして、その遠征たちと一緒に畑仕事をして、まあ、収穫したブドウからできています。まあ、写真ももしあると助かるんですけど、先ほどまでちょっと外にいたんですけど、ちょっと寒くなったんでちょっと中に引き上げてきました。まあ、南西向きの、斜面の畑でして、そうですね、右上の写真がプティマンさんが植わっているエリアで、この斜面の一番下の部分に植わっているブドウですね、そのブドウをまあ遠征たちと一緒に作業して、特にこう白く写っているのが見えると思うんですけど、まあ、これがブドウにかけた傘で、全部の房に傘をかけて雨から守って、できるだけ熟すまでブドウをつけておいて収穫したいなと思って、こういう作業もやっています。
まあ、畑全体だと、年によりますけど14万枚とか15万枚ぐらい傘をかけるんですけど、まあ、そういう仕事も、まあ、遠征たちがいるおかげでできる、まあ、そういう畑のブドウから来てます。で、醸造はですね、まあ、房ごと絞りまして、それを野生酵母で発酵させていると、途中で、まあ、樽に入れたりして樽発酵もさせつつ、そのまま樽熟成したものですね。で、まあ、2019年というヴィンテージ、割と、まあ、酸味もしっかりあって、結構香りとのバランスもよく出たんじゃないかなと思います。で、プティマンさん自体は、まあ、鹿が結構温暖で雨量も多いんで、まあ、そういうところを、まあ、フランス南西部も雨量が多いということで、足利でやってみようということで、まあ、足利で始めつつ、今では契約農家さんなんかも頼みまして、山形とか長野なんかでも栽培始めております。まあ、そこでも割とやっぱ酸味も残って糖度も結構上がりやすいので、まあ、ワインにした時の質としてはすごく、まあ、醸造ではほとんど手がかかんないものですね。ですので、すごく、まあ、期待もしてますし、まあ、これからもずっと力を入れてやっていきたいなと思っているブドウです。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと切り替えが若干時間かかるので、温かい目で眺めていただければと思います。あ、質問が来ていますね。白ワインへの全体的に、ちょっと、おつまみの質問ですね。白ワインへの酸味に全般的にオニオンのマリネは相性良しですかと。白ワインだったら割とどれでもオニオンスライスいけちゃうっていう質問です。そんなことはないと思います。プティマンさんだから、そうです、プティマンさんというよりはこのワインだからに、まあ、今回はオイルサーディンっていう一つのテーマが、まあ、ある中で、家で楽しめることっていうのを念頭に置いて考えさせていただく中で、すごく本当に柴田さんもおっしゃってたけど、果実も豊か、酸味も豊か、ですごくボリューム感もあるけど、そのオニオンの苦味と旨味が逆にその酸を、まあ、落ち着かせることによって果実を出す、やっぱりこう酸味が強いと酸味を先に感じてしまいがちなので、はいはい、ずっと飲んでるとちょっと酸疲れじゃないですか。そうですね、はい、だから逆にその持ってるパワーみたいのが出てくる方法として、まあ、オニオンがすごくつないでくれた。で、白ワイン合わなくはないと思う、全然大丈夫、オニオンだけど、全部に合うかっていうと、まあ、私は一概にはそうではないのかなというところもちょっと勉強してみたいと思います。酸の強いワインだと比較的合うかなという。そうですね、そうですね。あ、質問が来た、はい、あ、それからもう一つ、はい、質問が来てます。栃木県でブドウ栽培をしているイメージはあまりなかったのですが、他でも多く栽培されているのでしょうかという質問ですが、これはどうしましょう。柴田さんに答えていただきましょう。はい、ね、お願いします、はい、お願いします。はい、栃木県はですね、そんなには多くないと思います。なんですけど、まあ、場所場所でありますね。まあ、足利の近くですと、なんか大平にブドウ団地があったりですとか、最近は那須でワイナリーちょっと増えてきてるんで、その辺ですかね。まあ、メインはやっぱりイチゴが一番栃木は多いと思います。まあ、気候的にもやっぱり標高、まあ、特に南部の方は標高ないので、そういう寒暖差がやっぱりないので、そういう部分はちょっと不利になってくるのかなとは思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私がちょっと質問してみます。はい、お願いします。プチマンさんという品種ですけれども、最初に本当に始められたのはココファームさんだったと思います。でそれが今本当にそれをきっかけにと言ったらなんですけれども、たくさんの人がワイナリーの人たちが作るようになって、ですごくたくさんのバリエーションのあるプチマンさんのワインが、できてきたと思います。でそれについては、柴田さんはどのように
感じられているでしょうか。お願いします。お願いします。うちが最初に植えたのが2006年なんですけども、まあ、そこは確かに本当に増えましたね。本当に楽しいです。たくさんプティマンさんのワイン、他の産地にも出てくるとやっぱり面白いですよね。で、まあ、場所の個性も結構出ますし、まあ、本当に作りの特徴も、まあ、個性も結構出てくるんで、まあ、うちでも結構いろんなことやってて、スパークリングも作ったりとか、まあ、カモシも少し遊んでみたりとかもあるんで、まあ、本当にいろんな可能性ありますね。特に、まあ、辛口のスティルから、まあ、糖度も結構上がるんで、置いとくとやっぱり糖度26度とか7度とか30度近くまで上がるんで、まあ、そういうのを使うとまた甘口のデザートなんかにもなったりするんで、本当にいろんな可能性は感じてます。場所にもよりますし、本当に作りによっても、まあ、プティマンさんの良さっていうのをいろいろ引き出せるんじゃないかなと思ってます。なのでそんな風に個性豊かなね、たくさんのプティマンさん出てくるのは非常に面白いと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今ちょっと質問が来ていまして、はい、ワイン作りで一番大事にされてることって何ですかという、とても根源的な質問なんですけど、お願いします。ぜひお願いします。これはそうですね、自分はやっぱり、まあ、ブドウをちゃんと作って、まあ、そのブドウを大事にしたいっていうところですね。ですので、まあ、あんまり醸造ではいじくりたくないっていう気持ちを持って醸造してます。で、楽しく仕事したいというふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございます。さっきむちゃむちゃ綺麗な景色でむちゃ笑ってる柴田さんに羨ましく思いながらこちらは部屋の中で本当ですね。さすが、はい、私からの個人的な質問なんですけども、ココファームさんの中ではプティマンさんってどんな飲み方が、なんかこういう飲み方が流行ってるじゃないけど、みんななんかこれと合わせると美味しいよとか、なんかそういうのってあったりしたらぜひ伺いたいです。そう、どうでしょう、まあ、何でもいけるんじゃないかなと思ってます。でうちでおすすめしてるのは、まあ、一応瓶ボトルで買ってもらうと、データシートを読めるようになってるんですけど、そこに一応揚げてる料理ちょっと揚げますけど、何でしょう、ヒラメのカルパッチョとかカブの炊き合わせとか、あと揚げ物なんかもいけますし、そうな、チーズとか、あとは酢豚的なやつとか、あとはエスニックなんかもいけるんじゃないかなと、いろいろ載せてありますけど、もう自由に楽しんでもらえたら一番です。それが何よりです。はい、はい、ありがとうございます。すごいバリエーション完成完成次、バリエーション広いなっていうことですよね。いや、もうでも懐の深いワインだということで、はい、でも本当にいろいろな料理に合わせられるっていうのは、ワインはやっぱ食中酒なの で、ワイン単体でこうくるくるして飲むものではないと思うの で、そういう意味では候補の料理名がいっぱい出てくるっていうのは、すごくワインとしてあるべき姿なのかなってちょっと思ってしまいます。ちなみにあれですよね、前のこのハーズの4月 の、はい、取材の時に岩倉さんはプティマンさんと、はい、卵焼き、だし巻き卵、そう昔もそう、合うんですよ、そうな、だし巻き卵が合うっていう、はい、すいません読まないとちょっと、ね、はい、思い出せないんですけど、そうです、そう、だし巻き卵が合うっていう話をされていて、はい、あ、だし巻きね、卵料理は難しいと、はい、って言いますよね、言われがちなんですけど、はいはいはい、懐深いんですよね、はい、その時は合わせたのはね、うん、記憶正しければ、はい、桜エビのあんかけでやらせていただいたことあるんですけど、むちゃ美味しいんですよ、うんうんうん、で意外だと思うんだけど、はい、全く臭さもないし、でやっぱり甘みも出て、感動的な味合いで、その時から美味しいです。はい、はい、ありがとうございます。次終わり、どうなの、なそそんなしね、ありがとうございます、ありがとうございました、うん、あ、そうですね、ありがとう、ワイン作りの大事にされているところの感想で、ね、ありがとうございます、はい、
お返事いただきました。はい、はい、あとあれですね、ココファームさんはそのワイナリーのこうファンとかワイナリーに行きたいなっていう方を結構あの積極的に受け入れていらっしゃって、そうです、毎年イベントも秋にそうですね、はい、収穫祭という楽しいイベントがあります、はい、今年はなかったかな、ね、今年はどんな感じでやってらっしゃったのかちょっと教えていただけますか。はい、本当先週の土日土曜日日曜日にオンラインで配信ということで今年は収穫祭やりました。現地ではなく集まるのはなしで、オンライン配信をしてます、ね、来年はぜひ来年はぜひね現地でやりたいですね。今年か来年か来年だすいませんはいはい、そうですね、はい、本当に今年来年来 年, 来年だよね来 年, 来年です来年です来年みんな大丈夫か来年はぜひ私も伺いたいと思います、はいはい、まだ今年終わってないし、そうですね、来年はぜひ、はい、今年仕込んだワインを来年楽しむためのイベントをみんなで集まってやりたいねっていう話ですね、はい、ぜひぜひそうですね、はいはいはいそうですかね、はい、そろそろですかね、時間ですね、はいはいはい、では柴田さんどうもありがとうございましたありがとうございました、はい、お付き合いください、はい、お願いしますでは、はい、次のおつまみに行こうと思います、はいはい、次のおつまみ、はい、最後ですね、はい、サーディンのオイルとトマトで作るブルスケット、はいはい、じゃあオイルサーディンの缶の中にいつもいつもたくさん残ってしまうこのうまみたっぷりのオイルをどうしたらいいんだという、そうですね、そういう SDGs で、ね、SDGs で、はい、何でも大事にあとで食べますよこれは、はいはい、じゃあ残ったと思われる、はい、サーディンの、はい、オイル、はいオイルはい、この中に使って、はいこれでもいつもねどうしようかなと思いましたよね、はい、ちょっと結構たっぷり入ってるんですよね、全部入れちゃった、もう入れちゃった、いいです、いいと思います、はい、オイルがね、はい、出汁代わりですよね、そう、はい、そして、はい、ここにちょっとカリッと、はい、冷めたパン、はい、焼いたパン、はい、焼きたてのパンに、はいはい、にたっぷりと、はい、オイルをびしょびしょにして、はい、もうパンコン、スペインなのパンコントマテ的なパンコントマテ的なあの、はい、パンにガリガリニンニクやってその上にトマトをぐしゃぐしゃぐしゃっと乗っけちゃうやつで、これにちょっとお塩を飲みに、もう酒飲みにはもう食べる前からそうなんです、ナイスつまみというイメージが、これで出来上がりだけど今日の中では一番料理しました、はい、そうですね、はい、トマト刻んだだけでも偉いしみたいなそうですよ、はい、ありがとうございます。でもね、つまみってなんか作るぞみたいな気持ちでやれるとは限らないですもんね、いつも。そうです。なんかちょっともう疲れたから飲みたいなって時に、なんかやる気ないけど、なんかでもね、あのポテトチップじゃ嫌だみたいな時もあるじゃないですか。そうそう、ちょっと一手間でね、はいはい。そういう時にここにいながら4品できる。そう、座ったままで私も何もしてないですけど、しかも。はい。で、ね、ありがとう、はい。はい。そしてこれに合わせるワインをお願いします。はい。はいはい、はい、じゃあこちらです、はい、山形県の、上野山市武田ワイナリーさんの武田ワイナリールージュです、はい、で、これを作っているのではないかな、和弘さんですよね今日は、はい、はい、はい、岸平のり子さんの旦那様の岸平和弘さんに、はい、ご登場いただきたいと思います、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。なんだ、何かのトラブルでちょっと音が届いていないようですみません、どうしたらいいんだこれ、どうしたらいいんでしょうか、今あの、テックの人たちに確認中です、じゃあ岩倉さんに電話してもらう、電話そういうことではない、電話もありそれもあり、電話する、岩倉さんにお電話をしていただく、カズヒロさんの携帯から、そっち、そっち、すいません、オンラその間に次ぎます、じゃあカズヒロさん私の電話わかる、待って待って、メッセンジャーの方がいい、え、これだ、これかけちゃおうか、うん、かけて、かけて、集中したかけよし、スピーカーが、はい、はい、
今電話をしております。じゃあちょっとまず落ち着く、これで、はい、はい、まず乾杯しましょうかとりあえず落ち着きましょうか、はい、今ありがとうございます。じゃあ最後の乾杯になりますけど、はい、お疲れ様です。乾杯。乾杯マスカットベリーエーのなんか柔らかい華やかなベリーの香りで、すごい生き生きした果実っていう、そう感じです。でちょっとやっぱりさっきの酒井さんじゃないけど、アフターちょっと醤油っぽいような、そうですね、そう感じ、はい、感じます。はい、はい、でこれの方が走行で喋れるね。で、そう、で、このパンと合わせると、逆にその、そう、マスカットベリー、はい、やっぱり香りがすごく特徴的だと思うんですけれども、やっぱり華やかな香りが先に来るので、果実がその後に隠れがちなんですけれども、一緒に食べるとこのパンの、まあ、酵母の感じですかね、が逆にこう香りを落ち着かせて、で果実の甘みとか、うまみがふわっと優しいんだけど、ね、感じられるような、なんかおつまみを食べることでこの味の要素がぐっと出てくるんですよね。すごい膨らんでくるっていうような感じが、はい、あります。オイルサーディンのオイルって使えますね。SDGs、はい、いやでも本当にね、ワインが美味しいですよね、あ、じゃあこのワインについて、はい、和弘さんお願いします。ぜひお話をお願いします。はい、はい、このワインは一番ベーシックなワインで一升瓶に入ってます。でよく聞かれるのが750とかハーフと中身一緒なんですかって聞かれるんです。これは一升瓶専用で、他のルージュは750とか300の味のハーフボトルのやつはヴィンテージが入ってるんですけど、一升瓶は入れてないんですね。それは前のヴィンテージとか何個かをブレンドして味わいをこう作り出しているので、ちょっといろんなヴィンテージを混ぜてるということでヴィンテージが入ってないワインです。その分ちょっとお得ような感じで、赤ワインだと普通果実をタンクで発酵するんですけど、その時にこう後から発酵が終わったらワインを抜いて、あと身と皮をこう絞って分けるわけですよね。そこの絞ったやつを多めに入れてるので、ちょっと味わいが割とした感じの味わいになってるワインです。はい、一応ワインこんな感じですか、はい、聞こえてますか、はい、大丈夫です。皆さんも大丈夫ですかね、聞こえてらっしゃいますか、はい、あ、大丈夫そうです。はい、はい、ありがとうございます。それでは写真もちょっと見せていただいて、はい、ワイナリーの、はい、お話もちょっと聞きたいかなと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。これはまたいい眺めですけど、はい、おー、今回は3枚というお題だと3枚用意しました。竹田ワイナリー全景っていうのが、うちのワイナリーを、うちも酒井さんのところで一緒で、ほぼ斜面に畑があって、ちょっと平たいところにワイナリーがあります。奥の、ね、赤い屋根のところがワイナリーです。でその手前に平地に広がっているのがシャルドネの畑で、ここの今、一番写真の手前側がベリエの古木の畑ですね。で丘からこう見下ろした感じのワイナリーの全景になります。でうちは、ちょっと前までだと結構本州では一番大きいぐらいの畑が15ヘクタールという畑があるんです。今皆さんね、耕作基地を買い増している酒井さんのようにこうどん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 畑が広がっている人が多いので、今はどんな感じなのかちょっとわからないんですけど、自社畑がワイナリーの周りに1枚の辞書であるという珍しいワイナリーです。でそこのブドウとあとは周りの農家さんから買ったブドウでワインを作って、大体年間20万本から30万本の間ぐらい売っています。でそういうメーカーなんですけど、今日のでさっき岡見さんもありましたけど、ベリエということで、これはちょっとこのワインには入ってないんですけど、うちのマスカットベリエの畑です。で棚仕立てでこう、斜面をぐーっと下に下ってる感じです。結構急峻な斜面に植わっているベリエの畑です。で山形県の場合は大体ベリエはうちも湖北で80年前に植えた木なんですけども、それで
どこも棚仕立てで作ってます。よくね、欧州系だと垣根仕立てっていうのができるんですけど、あのベリエとかは割と棚仕立てで作ってる方が多いですね。で、棚仕立てで今回の一升瓶のやつも棚仕立てのベリエ、農家さんのベリエが中心に入ってます。で、最後にあのブドウ畑と生地っていうのが最後ちょっと切ったあとありますけど、切ったあと生地が映ってますが、よくラベルの通り何ですかって聞かれる人も結構あるんですね。そうこのラベルのこのブドウ加えた通りになりましたけど、あのうちではよく泥棒鳥って呼んでますけど、なるほど、ブドウと生地があのうちのトレードマーク、会社のコーポレートマークになってまして、じゃあなんで生地なのっていうと、これ自社農園の中をうろうろしてる生地なんですね。で、生地って野生の鳥、まあこれ別に飼ってるわけじゃなくて勝手にいるんですけど、あの生地が寄りつくようなこう畑の環境を守りなさいっていう意味で先代があのコーポレートマークに採用したので、それで今もこの生地がちゃんと生活できるようにこう畑を管理して除草剤をまかない、製品を使わないっていうような管理の仕方をして、ブドウを栽培してワインを作り続けています。はい、こんなところです。ありがとうございます。キジは泥棒でもあるけれども、畑をこう 守るというか象徴として、ね、コーポレートマークしてると。あ、これ双方向で喋れる。すごいでしょ、うん、これ一番いいでしょ、これ。トラブルが一転、これすごい。いいじゃん、これ、みたいな。私たちのことビビったな、ね、反応をもっと伝えればよかった、はい、そうです。伝えたかったことがいっぱいあった。でもね、すごく広い面積でやってらっしゃって。綺麗ですよね。しかも長い年月、はい。80年の古木っていうのがね、日本のワイナリーで守られてるっていうのを、ね、ちょっと私もあまりよく分かっていなくて、ちょっと圧巻ですよ、もう太い。80年の木はやっぱりなんかこう掴むと何か伝わるものがあったりするんでしょうか。特にないです。ですよね。求めそう。見るとすごいな、あの見た目がもうすごいですね。本当にこう仙人みたいな、仙人みたいな。でもきちんと80年でも実ってくれるっていうのが ね、あのいいですね、ブドウは。そうですね、そういう意味ではやっぱりあの川上さんがね、あ、川上善兵衛さん、はい、川上善兵衛さんがやっぱり日本に合うように作ってくれたなっていうのは必死です。やっぱり80歳だともまだ本当です、ね、あの結構ね、欧州系のものよりもやっぱり80歳でも取れるんですよ。へえ、ヨーロッパの若造には負けねえぜ。洋物には負けねえよね。日本の老人もここにありっていうことですね。楽しみですね。どこまでね、どこまでいけるか楽しみですよね、逆にね。本当ですね。皆さんのコメントの中にラベルが可愛いですね、キジがブドウ畑に遊びに来るなんて素敵っていう、はい、ありがとうございます、コメントいただいてます。はい、これえコーポレート、これはこのマークは、いつからあるんですか、何年前、なもう本当に創業すぐですか。いや、このマーク、あのコーポレートマークにしたのは、はい、武田ワイナリーになってからなので、はい、74年ぐらいの、ね、なるほど、でもね、それでもうちは酒井さんのところで足元にちょっと及ばない。一応ワイン作って100年前にいところなんですね。なので100年前はまだワインって本当にちっちゃいブロで、本当に食べるさくらんぼとかをせっそと出荷してたんですけど、74年にあのワイン専業に切り替えたので、その時から一応コーポレートマークに生地を使ってます。なんかワイン専業に切り替えた時のなんか切り替えようっていうなんかこう決意の裏は何かあったんですかね、あの勝永さんね、そうね、あの、はい、ちょっと、まあ、あのうちの先代、はい、子の父親ですね、先代が結構、
まあ、日本ワインで 4GG っていう、4GG ですか、一之江さんとか 4GG とか言われてるんですけど4G ですね、はい、どうぞ 4G です、 4G あの70、もともとは先代はずっとワイン製品にしたかったんですけど、ワインってやっぱ一番儲からない部門だったので、それ専業にってなかなかできないんですよね。一番赤字部門だけにするっていうのはまず経営者としてありえないので、ただですね、それが74年にうち全焼したんですね、丸焼けに。で一説には伝説として言い伝えられてるのは、ちょっと10月10日の体育の日に燃えたらしいんですけど、燃える工場を見て笑ってたっていう実話がある。やっとできる。それで俺のしがらみと全部燃えたから、明日から好きなことやって生きてやるっていうので、去年の反対を押し切ってですね、一番儲からない私のワイン部門だけで明日からやってるぞというふうにしたらしいです。それで取引先は全部火事で燃えちゃった。だからさようなら。断ってワインだけを作るようになるっていう点です。火事がしがらみを断ち切ってくれたという話でしょうか。そうですね、燃やし尽くしてくれた。燃やし尽くしてくれた。すごいですね。まあ、でもおかげさまで今日こうやって私たちが美味しいワインを飲めてるので、ですね、おかげさまで、火事のおかげさまで、はい、はい、ありがとうございます。やっぱりなんか日本でそのワインだけで収益を得ていこうっていうふうに思うっていうのはすごい今でも難しいことだと思うんですけど、 それがね70年代にもう先代が 4G の先代が、ね、火事を見て笑ったっていうぐらいにスカッと、ね、一歩踏んだっていうことは本当に、ね、日本ワインの歴史の中でもとても意味のある火事だったのかもしれないですね。すいません、火事のことこんなに言ったらいけないのかもしれないですけど、はい、はい、あ、質問、そうですね、質問が来ていますね。ワインのブドウの木は植えてから何年目からが収穫できるようになるんでしょうかという質問です。はい、白井さんお願いします。はい、はい、植えてから大体3年ぐらい、植えて1年目2年目ぐらいはあんまりならない、1年目はまだならない、2年目はなったとしても落としちゃって樹体の成長にちょっと向けるんですよ。で3年目ぐらいからやっと取れるかどうかなんですけど、まあ、取れてもね、味がなかなか乗ってこないんですね。味はね、よく、まあ、ソムリエさんなんかはよく若い木だねって分かるってよく言います。確かに味乗りがしないので、実際に使えるとしたら多分5年目、でも5年目から多分10年目は若造っていうか若い味ですね。で10年目からやっとその品種らしい特徴が出るので、まあ、なかなかね、結果がだから出るまでの時間っていうのがすごいかかるなっていうのと、すごくやっぱり植え替えっていうか品種をセレクトするリスクが高いなっては思いますね。もうティーンエイジャーに、はい、充電しないと分かんないし、で特にこの温暖化の状況だと充電って気候が変わる可能性があるので、すごくそういう意味ではリスクが高い、ないように思います。温暖化の影響とかっていうのは武田ワイナリーさん結構 ね歴史も長いですけど、なんかどんな影響があったりするんですか。まあ、温暖化って某大臣が選挙の時に物議を醸した発言がありますけど、うちの父がその70年代から80年代初頭にカベルネをやろうってした時に、山形寒すぎるって言われるんです実は。でベルトがちょうどいいんじゃないって話で、で実際にまあ確かにちょっと寒くて、昔はメルローも多分良かったのかなっていう気はしてるんですけど、ここ20年ぐらいを見てくると結構ね、カベルネが良くなっちゃって、だからどっちかというと長野がメルローで、
山形は食べれないんでみたいなちょっと評価が少し出てきてたんです。そう考えると温暖化で結構暖かくなっちゃって、食べれない適地になったっていう。うん、それが今後20年ぐらいの変化ですよね。やっぱりそういう意味では少し温暖化も見据えた品種選定とかまだ未来に向けては考えなきゃいけないのかなっていう気がします。何か今後こんなブドウをちょっとっていう、あ、はい、ありがとうございます。なんかこう私からの質問なんですけれども、なんか今後こういうブドウをちょっとトライしてみようとかっていう、そんな野望だったり戦略だったりあるんでしょうか。戦略まあ、ちょっとここだけの話で、ここだけいいですね、ここだけの話。もう一回、あ、難しいと思ってます。え、もう一回言って。ピノノワールはね、やめて、何か他の品種を探そうと言っていて。え、なんで、どうしてです、どうしてやめようと思われてるんですか。2度目の挫折になるんだと思いますけど、父が85年ぐらいに1回挫折していて、で、うちののり子がまた、今の社長が99年に植えたんですね。はい、試験的に植えたんですけど、はい、それがまず当初90年、2000年、2010年ぐらいまでは割となんとかなりそうかなっていう雰囲気だったんですけど、そこからこの10年でちょっと少し畑を拡張したんですけど、最近になってやっぱりダメだねっていう結論にちょっと達して、ちょっと栽培してる人の心が折れてきたっていう。それはやっぱり思ったような味に育たないっていうことですかね。思ったような収穫ができないと思うんですよ。量ですか。味。味。ものにならないっていうか、うちだと選果の基準が結構厳しいんで、うちの蔵の中に仕込めるブドウのレベルに達しないんですね。なのでこれはちょっと無理だよねっていう感じで、まあワイナリーごとにちょっと規模感っていうのが実はあるので、ちょっと中途半端にでかいんで、あんまりちっちゃい仕込みが得意じゃないんです。なるほど。みんながね、諦めたくない品種でもね、それは諦めて、今は、多分ビオニエを増やそうかなあ、でも楽しみ。一個質問が、あ、はい、質問が来ています。長い歴史の中で、ブドウやワインの作り方で何か大きく変えたことはありますかという質問です。大きく変えたかって言われると多分変わってるとは思いますね。やっぱりワインってこう言ってみると、こうワールドワイドグローバルな産業なんですよね。フランスでも、オーストラリアでも、ニュージーでも、アメリカでも作る。で、みんな研究してより良いものを作ろうとしているので、日々いろんなこう科学的な知見が出てきます。だとやっぱりそういうのを日々取り入れながら、やっぱりアップデートしていかないとワインがだんだんこう古いものになっちゃう。そういうアップデートが必要、市場に合わせるというのがあるんですけど、ただ一つやっぱり僕らが大事にして絶対買えないっていうのは、やっぱり山形県産のもの、農家さんももちろん山形県のものなんですけど、と自分のもので、やっぱりワイナリーにするときに父が一番こだわったんですので、なんでここでワイン作ってんのって言われたときに、この土地で採れたのをその場で仕込むから、ワイナリーがそこにある意味があるんだっていうことを、ワイナリーに、えいやって切り替えたときに、言ってたとか。なので、そこは絶対に変えちゃいけないことなんですけど、それ以外のことっていうのは常に、最新の科学的な知見を入れながらやっていこうかな。あとは、もう一つ変えてないのは、自分たちの飲みたいものを作るっていうのが大事ですね。あとはそんなに
大きいということなのか分かんないけど、技術的にはいろいろ変わってますけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに岸平さんはこのワインはどんな感じでいつも飲まれてるのでしょうか。お家でなんかよくつまみでこれとかあったりしますか。つまみでこれはあんまり何でもって感じなのであるんですけど、よくね、よく言われるのは山形芋煮っていう郷土料理があります。あ、はい、芋煮、はい、でも山形のソウルブドウって言われるんですけど、あれに合わせる場合が多いです。芋煮ワイン、なかなか家計の人に言っても使わないと。あとは飲み方としてはいろんな飲み方をしていただいてよくて、はい、夏場とかの山形の居酒屋なんかだとコップに氷入れて、それ、確かに夏なんかはクラッシュアイスで、はい、グイグイと飲んだりとかしてますし、いろんな飲み方して、あとはホットワインの、今だとこのホットワインの季節になりますから、うちでもホットワイン用のスパイスミックスみたいなの買って、それでホットワイン作ったりして、いいですね、はい、まあ、自由な楽しみ。一生瓶だから、一家用にも楽しめますよね。はい。一つ質問が来て、はい、質問が来ていまして、ざっくりした質問ですが、みんなが今の時代求められてるワイン、飲みたいワインってどういう感じのワインだと思われますかという質問です。どうなんですかね、それは皆さんどう思ってるか聞きたいところですけど、あまりワイナリーとしてはそういうふうなことは意識せずにっていう感じですかね。多分ね、自分たちは飲みたいものなんですけど、それはやっぱりこう皆さんと一緒でいろんなトレンドだったり、情報を、ね、それこそハウスとかいろいろ見て仕入れて、飲みたいのをこういうふうに組み立てることで、そういうのはもちろん入ってますけど、やっぱり自分たちの飲みたいものなのかな、あと飲んでみたいの、どんなだけ、あと他のワイナリー皆さんもどんなふうに思ってるか聞いてみたい。逆に聞いてみたい。みんなに、あ、皆さんに、あ、でも聞けるのかな、どんな、最後聞いて大丈夫、あ、チャットで。なんかもしワイナリーの皆さん、こういうワイン作りたいとかこういう風に考えてるとかあったら、チャットでちょっと入れていただけると、じゃあ一言ずつ、一言ずつ、うん、みんな全員、岩倉さんからの指令で、入れてください、みんな一言入れろっていうことですけど、入れてください、入れてください、入れてください、勝浦さんからも入れてください、はいはい、お願いします、お願いします、はい、お待ちしてます。そういう、でもね、自由っていうかね、今はね、本当に昔と考えられないバリエーション、だってみんなもワインを飲むようになったから、こういうワインが美味しいとかちょっと知ってる人が増えてたりしますよね。皆さん今続々と考え、長文を、長文を書き込んでいただけてるのかな。はい、書き込み中ですね、ちょっとお待ちください。みんななんか突然振られたからすごい困ってますよ。来たよ、来たよ、ほら来た。あ、じゃあせっかくなんで岩倉さんが読んでください。で、待って、はい、これは、あ、でもこれはゲストの方かな。私は作り手さんがどういう思いで作られているかが分かり、そこに共感できるワインが飲みたいと思います。先ほどの質問をしてくださった方が、作り手さんがどういう思いで作られてるかが分かったら、そこに共感してワイン飲みたいっていうことなんですという、こうね、メッセージなんですけども、これ飲み手からの意見ですね。作り手は誰か、あれ誰も、誰も、しないという、誰もしないという。ちょっとどういうことですか。もうこんなにね、じゃあそれは飲んで感じろ、飲んで感じろということでよろしいでしょうか。本当ですか。すごい。どっち？丸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 ？じゃあ飲んで感じましょう。ね。ファッションは飲んで感じろ。じゃあ第2回で今度皆さんがどういうワインを飲んでいただきたいかって初心表明からちょっと聞かせていただきたい。はい。
来た。酒井さんから来た。皆様へ。いつの間に売ってる風に見えなかったけど。その地で無理なく作れる普遍的なワインを目指したいと思います。人は変わるものと思うので、無意識的なワインを。かっこいい。知らない。はい。あれ答え、みんな全部飲み終わったのかしら、うん、ね、こちらはね、もう飲みましたけど ね、皆さん飲み終わられましたかね。これじゃあこっちやりましょう、はいはい、答え待ってる間に、うん、ね、はい、どうなったのか、来ない来てない、ちょっと待って、来たほら、田口さんから来ました。作り手だけでなく飲み手も日本らしさを求めてくださるようになったのかなと思います。確かに、ね、本当に、ね、なんか日本のワインを飲みたいっていう人がすごく増えてるので、お店をやってらっしゃっても岩倉さんどうですか。そうですね、今本当に始めたその15、6年前にそれこそ武田ワイナリーさんとか酒井さんとかとも一緒にずっと日本ワインについて垣根を下げることをずっとさせていただいていたんですけども、本当にわずか15年ぐらいでこんな日になるというのは、いい意味でも悪い意味でも想像もしていなかったっていうのが正直なところです。でそれぐらい皆さんが日本のワインに興味を持ってくださったってことはすごく嬉しいし、最初にみんなで思っていたその熱い思いっていうのを飛び越えるような今日だと思うんですよね。ただそのやはり本当に私はすごく美味しいと思うのは、100回飲んで101回飲みたくなるもの。だからこう今の日本のワインの現状で次々新しいものが出てくる中で、こうこれは飲んだからもう次ってなるような、こう脇心ではなくて、みんなが共感し合って、どんなワインもこちらが飲み手が受け止めて、うん、で土地を感じて人を感じられるっていうことをこう日々喜べるような飲み方ができるような日本のワインになっていったらいいなっていうのを、すごく素直に感じています、うん、それぐらいでも素敵なワインがたくさんあるし、素敵な人たちがワインを作っているというのが あるので、だから こっちも懐深く楽しく飲みたいと思います。頑張ります。皆さんどうでしょうか。あ、来たよ。あ、ここファームさんからの短いけれども熱いメッセージ発表します。はい、今できるベストを尽くすことです、ね、そうですね、それがつきますよ ね、 すね、本当ですね、何があるかわからないですから ね、 はい、どんな時もベストを尽くして、ね、はいはい、こちらは応援するだけです。そうです、飲むだけです。応援してます、はい、頑張ってください皆様。もう皆さんありがとうございます。なんかもういい加減終わらないと、皆さんもテックの皆さんももう帰れねえよっていう感じになってますので、今日はこの辺でお開きにしようと思います。皆さん今日はどうも、そうですね、ご参加いただきまして、はい、ご参加いただきまして本当にありがとうございました。この時間ありがとうございました。次回もし2回目あったらお会いできる、はい、あると思います、はい、はい、では皆さんまたお会いしましょう。さよなら。あとアーカイブ、すいません、これから1週間以内にアーカイブを見られるアドレスが皆さんのところに届きますので、それを見ながらまた飲むということもできるそうですので、アーカイブアドレス、はい、お待ちいただいて。1週間かわかんないです。あ、1週間わからない。はい、はい、約1週間以内ということでした。はい。で、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、本当に、はい、はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。失礼します。失礼します。